はいえー、皆さん、こんばんは。2024年、えー、4月の4日の木曜、えー、20時を回ったところです。えー、今日も開演のお悩み解決ライブをスタートいたします。まずはいつも通りり、えー、音声の確認などさせて、えー、いただきますので、えー、しばらくお待ちください。はい、音は大丈夫そうですね。 ちょっとあとモニターなどちょっと調整させていただきます。え今日から4月と、四月ということでですね、えー、カレンダーの方、あの、右奥にもう貼っていますけれども、こちらの手持ちの卓上カレンダーの方も、がちょっと見やすいと思うんですけど、ピントが合わないかな。 これど、どうしたら合うのかなこれだと近すぎるんですよね。うん。ちょっと難しい。まあ、えっと、合理的配慮の、特に学校での合理的配慮、受験時の合理的配慮かについて、あの、説明しているカレンダーになっております。はい、こちらも、あの、YouTube の、えー、ショップの方からお買い求めいただけますし、 ニューロダイバーシティサミットのページからもいけますので、よろしくお願いします。はい、えー、皆様から今チャットいただいています。えー、ちょっと読ませていただきましょう。ご挨拶ですね。えー、マレさん、ユリリンさん、アキさん、ユウエゴさん、ユ、えーフォ、えーさん、イチゴさん、カベさん、シマネコさんといただいております。こんばんは、よろしくお願いします。えっ、ー、と、とにかく眠いんです、今日。 合宿の帰りでございまして、一泊二日で行ってまいりました。はい。まあ別に、あの、お酒も全く飲まず、あの、普通に、えっ、ー、と、合宿の、えー、プログラムを消化するだけなんですけど、やはりちょっと疲れますかね。はい。えっ、ー、と、二日目のランチの時なんて、あの、まあそこのホテルの食堂で食べるわけなんですけれども、えー、バイキングの、ね、通常のお客さんと、 違って、えー、この合宿で参加している我々は、あの、もう一人セットのものが配られてるんですねだ。だからそれしか食べられないんですけど、私、まあ疲れてたんでしょうか。バイキングの方のやつも食べてしまってですね。まあ俗に言う無銭飲食ってやつですか。<laughs> ケーキとかジュースとか勝手に食べて <laughs>。うちのスタッフがなんか変な目で見るなと思ったら、ああ、そういうことか。 やっちゃったなと思って、えー、堂々と無線飲食をしてきた次第です。まあ一応、ホテルの人に、大丈夫ですかって言ったら、まあいいですよって言われて <laughs>、よくないんだろうけど <laughs>、ちょっと、はい、大変申し訳ありませんでした。少し疲れていたんだと思います。はい。えーと、その他えっ、ー、と、あとはウリ坊さん、なんてこったパンナコッタさんとか、えー、トラマルさんなどいただきました。あと、T シャツ、ロング T シャツですね。今日も私着ておりますけれども、はい。 えー、先ほど動画を上げたばかりです。はい。えー、あと、花灯籠さんとか、壁さんとか、そうね、えー、疲れてますねって。<laughs> はい、少し疲れてるかもしれません。じゃあ、早速オープニングトークに行きたいんですが、えっ、ー、と、まずちょっとこちらをご案内したいと思います。えー、古翔純一先生、当社の、えっ、ー、と、 特別セミナーにも2回出ていただいています。古昌淳一先生の境界知能という本がどうやら今日発売されました。合同出版さん、当社からも、えー、と何冊か本出させていただいている合同出版さんから、えー、発売されましたので、ちょっとこちらの方を触れていきましょうか。で、えー、どこだ境界知能に関してはですね、今だいぶいろいろと 言われているところが多く、まあ、何が正しい情報なのか的なことを思ってらっしゃる方が多いと思いますので、まあ、これ結構お勧すすめかなという感じですね。教室からも福祉からも見落とされる知的ボーダーの人たちということで、4月4日、今日ですね、発売されておりますと。はい、試し読みもできるということですね。 一応、ちょうど今日合宿だったんであの、こういった支援の合宿だったんで、私もこれをちょっとあの暇な時間に読んでたんですけれども、えー、基本的には文字ベースで、えー、書いてある、漫画とかではない、結構、その、なんていうのかな、さらっと読めるっていうよりもしっかり読み込みたい人向けの本になっていると思います。で、とは言っても学術的なものではないので、結構、あの、 何て言うんでしょうか。症例ごとのものが結構分かりやすいですね。第1章は教会知能とは、第2章が入院時期、第3章が小学中学生の時期、第4章が青年期、高校以降の進学就職をめぐって、第5章が教会知能の子供に必要な支援、第6章が精神医学の知的障害診断との関連、第7章が発達障害との併存。あと保護者から寄せられた質問ということで、 とかですね文献リストがあって、全部で200ページぐらいかな、150ページぐらいかのものになってます。はい。結構、まあな、なんて言うんだろうな、まあ、例えば知的障害の程度の判定がどういうふうにされているかというところから、あとは境界知能の特性によるもの、例えば数的処理が苦手なため高度な作業が難しい、あるいは二次的に生じるもの。 課題や作業の習熟性に問題がある。自己肯定感が低いとか。他者からの評価。忍耐力に欠ける。第一印象で能力の低さを感じさせない。えっ、ー、と、本人が話すことに行動が伴わず、低評価を受けやすいとか。あと、医療機関の受診例に見られる特徴。いじめの被害に遭っている。不登校、引きこもりの状態にある。等々。あと、体の不調を訴えているとかですね。まあ、こういったものとか。ああなるほど、みたいなのがいろいろある。 あとやっぱり症例が結構わかりやすくて、A さんは小学1年生です。幼稚園で集団行動が取れない、落ち着きがないと言われたことはありましたが、家庭では特に気になることがなかったため、点々点,点。小学校入学後にもその特性が続いたため、小児科を受診しました。問診と簡単な診察で ADHD と診断されて点々点,点。はい。なんですけれども、えっ、ー、と、 学業のことは学校で相談するようにと医者に言われたため、点々点とかですね。はい。で、えっ、ー、と、いろいろ、あの、だけど、この、境界知能とか、詳しい先生のところに行ってみると、まあ、教会知能かなとは思ったんだけれども、ADH、なので、ADHD の診断については疑問が残りましたが、ADHD の診断がなければ、通級など個別で授業を受けることが困難になるので、 薬物治療は中止して、学校には ADHD 傾向として通級の利用を始めるように上限しましたとか、現実のいろいろな症例も含みながらですね、なんでそういうことになっているのかというのが、教育や医療やえ学術的なところとか、歴史的な背景とか、先ほど言ったように発達障害との関連とかなどがいろいろまとまっているので、親御さんとか、え、ー まあ、支援の関係者とか、はい、えっ、ー、と、いい本かなと思います。はい。えっ、ー、と、あ、そうですね。ホリエモンさんがよく言っているやつですね。はい。では、えっ、ー、と、あの、これが、まあ、オープニングトークのちょっと一つ目なんですけど、もう一つ今日オープニングトークでお話し,しようと思ってたのが、えー、発達障害誤解あるある、パート2ですね。 表情見た目でで発達障害は分かる辺ですこれはどうですかね。うんと、まあ、この発達障害誤解あるある、前回はあの IT 職に発達障害の人は向くか、IT 業界に発達障害の人は多いかみたいなことをお話ししました。まあ、結論はまあうっすらある、その傾向はあるかもしれないけれども、まあ、若干的な感じじゃないかと。 いいう,うなご案内をしたと思いますで今回もですね、えー、正直、発達障害の人が表情とか見た目で分かるかと言われると、一、まあ、つはね、皆さんも思われると思います。まあ、その自閉スペクトラムの特徴である目が合いにくいっていうね。まあ、それは確かに一つの特徴ですかね。はい、ただ、逆に言うと、そのほかってあんまり言われることないんですよね。 かつ、あの、ASD の診断、自閉スペクトラムの診断としても、目が合わなかったら自閉スペクトラムじゃないとかですね。目が、あの、あ、あ目があ,あったら自閉スペクトラムじゃないとか、えっ、ー、と、目が合わなかったら自閉スペクトラムだとか、そんなに、その、わかりやすく分かれているわけではなく、まあ、一つのチェックポイントかなって感じですよね。まあ、少なくとも診断基準にはないですし、まあでも一つの特徴として、お医者さんでも言っているポイントかなとは思います。 なので、えーと、見た目でわかるっていうのは、明確にはほとんどないというのが、まあ、実際のところじゃないでしょうかね。まあ、とは言っても、なんでこんなに誤解が広まっているのかっていうことなんですけども、まあ、若干はやっぱり少しあるのかなっていうことなんですかね。どうなんでしょうか。で私もちょっと考えたんですけど、まずだから目が合う、合わないみたいなのは、確かに先ほど言ったようにあるかもしれません。はい。まあ、それは確かに、まあ、数あるチェック。 ポイント。100とか1000とかわかんないですけど、えっ、ー、と、チェックポイントの一つかもしれません。あとは、やっぱり表情が硬い人が多いっていうか、この、表出するのが苦手とかですね。まあ、そういうのはあるかもしれないし、その反応が遅いから表情とかが、なんかみんなが割って盛り上がっている時に、まあ、そこに入れないみたいな感じで、なんかワンテンポ、ツーテンポ遅れて反応するみたいな。まあ、そういった傾向のある方が、まあ、確かに多いのかもしれないですよね。 あと、表情だけでなく、持ってるものとか、着てるものとかですね。えっ、ー、と、あとか、あの、髪のとか、あの、えー、お化粧とか、まあ、そういったところでの、まあ、無頓着さとか、不器用さとか、はい、えっ、ー、と、まあ、そういったところから、一つの、それも鍵として思われるかもしれないですし、まあ、持ち物とかもね、あの、いろんなものがそのままになっているとか、まあ、よくあるのが、あの、カバンをぎっしり二つ持って、 あのいらっしゃる方とか、海外にもいて、<laughs> なんでそんなにあの大荷物しってど、これから旅行に行くのかなみたいな方もいるので、はいまあ、そういったいくつもの,あの見た目、表情みたいなのを組み合わせたときに、確かに発達障害っぽさが見えるかもなぐらいだとは思いますけどね。はい、なのであの、何か1つ、2つ、3つぐらいの特徴で、はい、この人は発達障害の疑いみたいなことはまずない。 はい、背が低いとアジア系かみたいなね、まあ、確かにその結構あるかもしれないけど、はい、背が高いアジア系の人もいるし、はい、背が低いあのヨーロッパ系とかアフリカ系の人もいるし、はい、もうちょっと肌の色とかですね、喋っている言葉とかね、はい、あのいろんなものがあの組み合わさって初めて、まあ、その話聞くと確かに、じゃあアジアっぽいかなとかっていうことと一緒で、えー、ただの一つかなと思います。 まあよくだから発達障害の診断を受けた人が自分の所作とか表情で発達障害がバレるんじゃないかとおっしゃることはありますけどもまあそれだけでなんかバレるとかわかるとかですねそれはまあまずないですよねはいなのでまあな,なぜこういうことを言うかっていうとまあいろんな YouTube とかあのウェブ上の記事とかまあ特に SNS とか見ますとですね えー、こういうふうな表情をしていると発達障害だとか、まあそういう、なんていうんでしょうか。そういったちょっと不安を煽るようなものが多いですので、えー、ちょっとここで一回取り上げさせていただいたという感じですかね。はい。ああ。えっ、ー、と、皆さんもたくさん今、えっ、ー、と、チャットいただいてますので、ちょっと今読ませていただきますね。はい。えっ、ー、と、あと、歩き方で DCD はわかる。ああ、確かにね。 確かに一つ姿勢の、まあ、良さ悪さとかちょっとあの不格好さみたいなのはまあ少しあるかもしれないです。まあ、でもほんと少しだよね。他の要因もありますよね。だってね、あのまあそもそも完全非対象の人なんていないし、はいみんな癖がある立ち方歩き方しますからね。はい、あのどこかから DCD ってことは多分ないかもしれないと思いますが。 えっと、あとは、写真の人が多いんじゃないか。アフサブさん、発達障害ニですかもう聞いたこと全くないですけど。はい。えっ、ー、と、あとは、アマレさんとか、シャメシャメさんも、見た目ではまずわからないとか、まあ、もしかしたらうっすらと感じられるかもしれないと。あと、フミさん、ああ、そう、私、人を見つめすぎというのは言われている。あのね、これは確かに、こう、なんて言うんでしょうか、こう。 語学習というか、あまりにも人を見ないから、ちゃんと見なさいって言って、じーっと見すぎていて、まあ、逆にこう、うんと、違和感があるみたいなのあるかもしれないですね。はい。アメリカだとね、ガーッと見るの普通ですけども、あの別に日本以外でもあの目を合わせない文化なんてたくさんありますので。はい。えっ、ー、と、あとは、あと、 タブサブさんでいいんだよね。えっ、ー、と、怒られすぎて目が見られません。まあ、そういう人もいるかもしれないし、目からの情報が結構、まあ、いわゆる感覚過敏的にグワーってきて、ちょっとやりとりがしづらくなっちゃうっていうので、目をこう外す方もいらっしゃいますからね。はい。あと、そうですね。社会不安障害とか、回避性パーソナリティ障害。その、その他の理由でいろいろありますよね。はい。だから、例えば知的障害の、あの、それこそ今日の境界知能の方で、やはり、あの、 何ていうのかな、あのー、会話とか、そのノリっていうのがパッと分からずに、まあ、それはやっぱり発達障害とは違う傾向だったりもしますしね。はい、あとは、えーと、服が汚かったとしても、まあ、それが、えー、と本当に発達障害の <laughs> 傾向なのか <laughs>、それとも、まあうん、家がなかなかそこまで、えー、とお母様、お父様が、えー、余裕がない。 え状況だったのかとかですね。まあいろいろありますよね。はい。あ、あとは、えー、まあでもやっぱり見た目とかは結構気にされている方多いのかな。あ、モーリタニアさん、所詮は YouTube、Twitter ですからね。はい、<laughs> はい。そうかもしれません。あ、眼球が震えている方は分かりましたが、あ、ここはですね、あの、はい、えっ、ー、と、 まあでもこれ、発達障害っていうよりも、まあそう,そういう、まあ、症状というか特徴ですよね。はい。眼神っていうのかな。まあ、ちょっとここはもう医療の世界に入っちゃうんで、これ以上は触れないですがあ。あと、壁さん、逆にうまくマスキングしすぎて困る状況がある。そうですね。他の人は、あの、えっ、ー、と、自然に反応しているから、それに反応しなきゃいけない。あ、それと同じふうにしなきゃいけないって言って、まあそれがマスキングっていう。 あの隠す行為自分の特徴隠す行為をしなきゃいけないって言って、頑張りすぎて疲れてる方もいるかもしれないですね。はい。あと一方で、ブルースカイブルーシー15さん、正直表情などで分かると思います。おっしゃるように、表情が硬いことやアイコンタクトが健常の方と少し違う気がします。まあそうなんです。 まあ確かにその可能性が少しずつ高まっていくっていうことはあるかもしれないですけどね。まあ、でもそれが決定要因にはならないですよね。うん。はい、他は大丈夫かな。あと、指指さん、これはもう全然わかんないですけど、医者の意見がかあの2人で違ってたってことか。 物が二重に見えると訴えがあったとき、小児科医では発達障害、ストレスのせいの副詞ですと言われたけど、眼科医はただの乱視ですと言われたと。なるほど。はい。ああ、あとは、与党さんは一方で目が見れないって言ってらっしゃるね。まあ、このあたりは難しいよな。表情筋があまりないいちごさん。それはどうなのかな。表情筋はあるんじゃないんですか。 まあでも、まあどうなんですかね。そのあたりも、その,の DCD 的に、あの、まあ協調運動じゃないですか。それこそ表情を作るって非常に微妙な。まあその協調運動が他の人よりもちょっと苦手っていうので、表情が固めに出ているとかっていう研究もあるのでしょうかとか思うぐらい、うん、ありそうな気もするし、研究されてるのかどうかわかんないですけど。はい。 ということで、えー、と今後もあの発達障害誤解あるあるというのはあの行きたいと思いますが、はい、まあ、まあ、火のないところには煙は立たないというと、ちょっと言葉の使い方としておかしいかもしれませんけど、まあ、若干はね、まあ、あるかもしれないけど、まあ、なんか取り立てて言われるようなほどではないし、まあ、堂々と生きていただきたいというところだとは思いますね。はい。で、 えー、じゃあ、今日の、あのー、お悩みのところに行きましょうか。えっ、ー、と、前回ですね、いくつかのご質問にお答えができていなかったんです。えっ、ー、と、このあたりの質問ですね。で、えー、ちょっとその、いわゆるテキストで保存していくの忘れて、写真だけしかあの保存していないので、ちょっと今、お見せしているんですが、このあたりですね、壁さん、ださん。 えっと、ひろみささんはこれ多分チャットの内容をここに貼ってしまったというのが前回だったと思うんで、えっ、ー、と、あとパンダメンタルさん、それからルーシーさん、この4つの質問をいきたいと思います。まずですね、えっ、ー、と、この壁さん、らさん、それから、えー、パンダメンタルさんとルーシーさん、はい、えー、いきたいと思います。ちょっとこのままだと、 えーと私、話しづらいので、えーと、ちょっと共有は解除させていただき、まあとは口頭で行かせていただきますのでお願いします。まず、えっ、ー、と、加部さんのですね、えー、障害者雇用でキャリアアップしていきたいと思っています。本人の努力と成果次第では、同じ会社内でキャリアアップしていくこともあると思いますが、中には雇用率や社外へのイメージ戦略が第一目的で、社員にスキルアップを求めない環境もあるのかなと想像しますが、どう思いますか 求人情報から判断できるポイントがあれば教えてください。カイエンと鈴木社長が不思議と好きでよく見ています。不思議に好きと。ありがとうございます。どんな理由であれ好きであることは大変歓迎したいところでございます。で、えっ、ー、と、質問ですけども、うん、キャリアアップをさせてくれる障害者雇用をどう見極めるかってことですかね。キャリアアップを まあ本気でさせてくれる障害者雇用がどうあるか見極められるかか無理かな <laughs> はい求人情報からだと無理じゃないかなまあ私がまあ一番おすすめするのはやはりあのエージェントとかあるいは就労移行支援とか通っていたらまあそのスタッフですね会員に通っていただいたら会員のスタッフにまあ過去のその 就職した人がどういうふうに、まあ、お給料とか仕事内容とかですね、まあ、いわゆるキャリアアップといわれるものをしているかっていうのを確認するっていうのが一番かもしれないですね。はい、あとは、まあ、あの実際に採用試験を受けた時に、あのまあ、3年後とか5年後とか10年後とか、まあ、どういうあの、えー、とキャリアを歩んでいる方がいますかっていうふうにまあ、っすぐ質問するっていうことかもしれないですね。 まあ、いわゆる、こう、さらされている情報からは、なかなか汲み取れないところかなというふうには思いますけど。はい。よろしいですかね。えっ、ー、と、次、ラさんからの前回のご質問です、えー。同業種で障害者雇用で内定が出ました。ああ、だから同じ業種の中で、えー、障害者雇用で転職するってことですかね。週30時間スタートで無期雇用扱いではありますが、非正規ですと。 1> で丸1、非正規なので解雇リスクは結構あるのではと、親などから心配されています。実際の話を聞きたいですと。丸2、週30時間なので、また転職したいと思ったとき、フルタイムの仕事に応募しにくくなるのではと心配です。今から行えることはありますかフルタイムにしたいという交渉は職場でどうするのでしょうかといただきました。これ、ごめんなさい。1週間寝かせてしまったので、もう回答の期限を切て。 あの来ちゃってるかもしれないですけども、まず内定おめでとうございますで。週30時間スタートで無期雇用扱い、非正規。まあいいんじゃないですか。はい全然あの、この1、2の不安はあんまりないと私は思いましたけど。で、1が非正規などで解雇リスクは結構あるのでは。うーん、まあ、ほぼ無期雇用なんてないと思いますけど。はい 非正規で、無期雇用で解雇された例は私、ちょっと聞いたことないけどな。はい。で、えっ、ー、と、二つ目、週30時間などで、えー、転職したいと思ったときにフルタイムの仕事に応募しにくくなるのではいや、そんなこと全然ないと思いますよ。はい。あの、転職するときに、今まで何時間働いてましたかなんて、まあ、うん、確かに、<laughs> すごくよく障害者雇用をしている担当者だったら、まあ、聞くかもしれないですけど、まあ、ほとんど、あの、無視できるぐらいの、 なんていう可能性だと思いますね、はい、だから体力的に、えっと、ご自身の,なんていうのメンタル的にあの30時間からどんどん増やせるのであれば転職時もあるいは今の,あの受かった会社の中でも、えー、増やすことは全然可能なんじゃないでしょうかね。はい、ということで、まあ、そんなに心配せずに受けるか受けないかっていうのをあのピュアに考えていただけるといいかなと思いました。 でえー、と次がパンダメンタルさんからの前回の質問です。以前ご相談した障害者枠で休職中の ASD のものです。体調がある程度回復し発症理由を自己分析できるレベルになりました。給食までの状況を振り返ると雑音で注意がそれやすいなどの聴覚過敏複数人での会議だと聞き取り困難など言語聴覚処理障害があるのではと仮説を立てました。 副職に当たり、指示は口頭のみではなく、メールでも欲しいなどの合理的配慮を主治医に相談しつつ、職場に依頼するのは差し支えないでしょうか。まあ、もちろん大丈夫だと思います。はい。えー、実はちょっと当社もリワークに力を入れようかなとか思っておりまして、えー、と、おそらく数週間後に新しい拠点発表しますが、えー、そこの拠点は、今まで通りの就労医甲子園をあの予定するのに加えて、えっ、ー、と、リワークをちょっと、あの、 戦略的に実験的に、あの、たくさん受け入れたいなと思っておりますので、まあ、あの、こういったとき、あの、ご自身の仮説をちょっといろいろ相談するとか、えー、職場との交渉の、まあ、代理人というか通訳として立てていただくとか、まあ、そういうときに、ま、会員を使っていただくのもありかなとと思いましたで、ね、ごめんなさい。ちょっと宣伝も混ぜさせていただきました。あ、それで思い出した。ここの、あれですね。 今日疲れてるからからいつもあの放送の時にカイエンっていうのはどういう会社ですよっていうあの当てつけをしてたんですけどすっかり忘れてましたね。この後押しますね。はい。えっ、ー、と次がルーシーさんから。えっ、ー、と前回の質問ですね。A 型就労で働いてしまうとさすがにもうクローズ就労はできませんよね。いや、全然大丈夫だと思いますよ。はい。 あのそういう例を知っているかと言われると、どうかな、ちょっと知らないかもなとなりますけど、制度的にも全然問題ないし、ある意味、A 型で、えっと、少しあの配慮ある働き方をして、充電をした後とかですね、自分のことを見つめ直した後、まあクローズ就労、いわゆる一般雇用で障害を告げずに行く、まあ、あるいは少しだけ特性を伝えていくみたいな働き方は、十分にできると思いますので、ご安心いただければと思います。 えっと、皆さんのチャットもちょっと見ていきましょうか。あー、えーへさん。えっ、ー、と、口コミサイト。個人的には転職活動で有効活用できたのでおすすめです。退職理由などで複数の方が似たこと書いていると、ほとんど事実である可能性が高いです。なるほど。まあ、障害者雇用も、実は会園でね、あの、社内 SNS、あの、利用者と修了生の SNS では、実は、 あの、この会社、こういう会社ですっていうのを、あの、共有する板がありますね。はい。なので、会に来ていただいたら、そこの板に書き込んでいただくと、内部上層、方がそういうは見られます、ね。はい。えー、っと、では、えー、っと、ここから、えー、今日お寄せいただいたライブでの質問、疑問、お悩みにお答えしていきます。で、すっかり忘れていた、この会員と、 えと発達障害お悩み解決ルームについての、えー、と説明を、えー、とちょっと中盤ですけどさせていただきたいと思いますはい、えー。株式会社開園はニューロダイバーシティ社会の実現を目指す創業15年の会社です発達障害仕事強みをキーワードに特性を生かして企業や社会を前進させることを目指しています開園では科学や事実に基づいて当事者の視点を尊重しながら事業を展開しています 障害を治さないと自立就職できないというような不安を煽ることもせず一方で発達障害は皆天才のような無責任な楽観主義もせずえ、時に現実を直視しながら前向きに考えて行動していくことを約束しますえ、このお悩み解決ルームでは皆様からのご質問ご相談お悩みを毎回募集しています まず、チャンネル登録をお願いできればと思います。4月中に2万の登録に達するか、ちょっと厳しいペースになってきましたけれども、ぜひこれ見ている方で、まだ登録していない方は、チャンネル登録をお願いします。大変励みになります。また、えっと、それでですね、あの、登録すれば、あの、チャットにも、あの、Q、Q&A にも投稿ができるんですけど、加えて、この動画自体のですね、あの、高評価もお願いできれば、ありがたく思います。 で、チャットはもう、えー、ごめんなさい。えー、たくさん、あの、書いていただきますけど、Q&A のところは、チャットの一番上にある、ご質問、ご相談、お悩みはこちらまでというところから、あの、投稿いただけますので、はい、えー、そこからお願いいたします。はい。じゃあ、えっ、ー、と、いただいたご質問が、いくつも実は今日、すでにありまして、えっ、ー、と、今の時点で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、 9問ぐらいかな。はい。いただいてますので <laughs>、ちょっとお答えしていきましょう。でですね、1問目がものすごく長いでございますね。えっと、正近さんからのご質問です。はい。えっと、ちょっと選択させていただきますが、3問にわたっておりましてですね、3投稿にわたっていってっていった方がいいか。 ので、この3投稿を今、私、えー、貼り付けてまいりますので、少々お待ちくださいませ。えー、っと、ちょっとチャットと質問の札、ああところを行き来しなきゃいけないので、えー、っと、これが1投稿目。で、2投稿目が、 ちょっと読み上げるだけでも2分ぐらいかかりそうです、ね。はい。で、えっ、ー、と、いつもちょっとお願いしておりますが、ぜひ1投稿に収めていただけると大変ありがたく思います。まあ、とは言ってもね、ルール違反しちゃうこともありますよね。私が今日、合宿のホテルのレストランで無線飲食をしてしまったように。<laughs> いやー、途中から見た方は、ちょっと巻き戻して、なんで無線移植をしたのかっていうのを確認してください。はい。えっ、ー、と、じゃあ行きましょう。えっ、ー、と、正近、えぇ、ー、下瀬さんかな。えっ、ー、と、子供が新中一と新小三の娘2人なのですが、2人とも不登校になっており、特に上の娘の状態が悪く、基本的に引きこもり、 1> え週1学校の放課後と週1適応指導教室で大人と1対1の関わりなら可能ですが、えー、適応指導教室の集団には怖いと言って参加できず半年ぐらいが経とうとしています主治医から上の娘は ASD 傾向と診断されています薬はエビリファイを服用しています主治医が言うには、えー、年齢の割には幼い印象とのことで 子どもだけではなく大人も含まれるようなコミュニケーションの参加機会を進められています。コンフォートゾーンに居続けないとい続けてはいけないという指導は受けておりうーんどうしてだ、これからは適応指導教室の集団への参加を目指していこうと考えていますが、 大人との1対1の関わりしかできない今の状態から子供を中心とした1対複数に入っていくために良い導入方法などありますでしょうか家では部屋に引きこもったりえ、食事を部屋で取ったりすることもなく、昔と全く変わることなく過ごしてくれています。小学校時代から友人一人とは定期的に遊んでおり、本人も楽しんでいますが、それ以外の子供との交流はありません。 その他、社会資源としては週1回訪問看護に来てもらっています。訪問看護に来てもらってる。なぜですかね。放課後等でサービスの利用も考えましたが、市役所から障害者サービスの事業所に当たってもらったところ、受け入れは難しいと言われ断念しています。受け入れは難しい。これはどういうことですかね。なかなか。ただですね、まずこれだけだとちょっとやっぱお答えしづらいかな。 まずパッと思ったのが知的レベルがどうなのかなとか、学校の勉強がどうだったんだろうとか、今、今度中1になるんですよね。えっと、半年ぐらい、いつから、いわゆる基本的に引きこもり、まあ引きこもりといっても週2回は、あの、外に出てるってことですよね。 いつぐらいからそれがなったのかとか、エビリファイか。あと、年齢的の割には幼い。あ、まあ、ここであれか。ちょっと知的のことも確認したいなと思ったところですかね。まあ、でも今の段階でコンフォートゾーンをんぬかんぬんはちょっと早いとも思いましたけど、じゃあ、いつの段階でどういうステップかっていうのはちょっとここからだとなんともな。 あと、目標が学校に行くとか、ちょっと何て言うんだろう。少し文科省寄りの考えに見えるというか。なので、ちょっとそもそもの目標が本当にこれでいいのかっていうのもちょっとかっ考えたいかな。あと、小学校時代の友人とは遊んでいる。はいはいはい。 で、訪問看護がなんで使ってるのかっていうのをちょっと知りたいかな。あと、放課後トデイサービスの利用は、なんで受け入れが難しいって言われたんだろうか。なので、ちょっといろいろ情報を書いていただいたんですけど、 そうね。皆さんはどうお考えですかね。えー、新中一と新小三。何、いつから不登校まあでも今、不登校多いんですよ。あのあ、まあ、知ってらっしゃると思いますけど、あの、私、まあ、ちょっとね、あの、行きがって、あの、毎朝とか毎晩、あの、ニューヨーク・タイムズとか、NPR とか、アメリカのラジオを聞いてるんですけど、 えー、アメリカでもパンデミック、まあ、コロナの前後であのだいぶ不登校が増えて、もうそれはすべての,この所得階層とかあの、まあ、デモグラフィックとか言う,言うんですけど、えー、とそこで、まあ、基本的に一緒で、あるいはそのパンデミックの時にえき、ー、にオンラインの授業が長かったところも短かったところも、まあんまあ関係なくですね、えー、不登校が増えていますよっていう。 えー、番組を聞いて、まあ、どこもかしこもいろいろあるんだなと。で、その割合がですね、あの、一番高いところだと30何パーセントとか、<laughs> そんなにみたいな。まあ、日本の不登校の定義とはどこまで一緒なのかっていうのは、それはね、あの、聞き入れるだけだったんで分かんなかったですけど、<laughs> でも全体で見ても20何パーセントだったかな、確か。が、えー、まあ、不登校気味ってことなのかな、日本の感覚で言うと。はい。なので、 まあ、そもそも、なんていうの、今の時代で不登校になるっていうことに、そんなに、まあ、普通の現象の一つって捉えた方がいいぐらいなんじゃないですかね。うん。あ,あ焦りは、ま、あの、めっちゃわかりますっていうのが、ヒッツポーさんかな。ヒッツプーさん、ごめんなさい。とか、今、チャットを読ませ始めていただけますけども。 うん。うりぼうさんは、うちの子は小1から小5学校に行かずに過ごしていました。うん。ヒッツプーさんは、主治医には学校行かなくても死なない。まあ本当そうだよねああ。困ったのは親の方働きにくい。<laughs> まあ確かに。はいああ。いや、これはでも、えっと、ご質問がどう、何かっていうのが、 まあまあこの状況をなるべく解決したいっておっしゃっているとは思うんですよね。まあ、特にこの、えー、と複数の、まあ、次のステップにつなげるにはどうしたらいいかってことだと思うんです。あのより社会に適応するために。だけど、まあ、ちょっと私からだと、ちょっとこあの、 ちょっとこの情報からだと、もう少しやっぱり知りたいところがいっぱいあるなっていうのと、あとそもそもでも目標の設定の仕方がちょっと急ぎすぎとか、学校に合わせすぎな気は少ししますけれどもね。うん。ああそうですよね。週1回放課後通学と適応指導教室に行っている。かさらに放課が来て、えっ、ー、と、話ができているだけでも OK では。うん、そんな気がするなあ,あと友達とも遊んでるっていう。 ヒッツ・プーさん、欠席日数10日超えると内申,点に内申書に書かれるそう。ああ、そうなんだ。まあ、私は高校の時に欠席日数30日ぐらいあったから <laughs>、大変なことだったんですけど。うん、そうですか <laughs> ああ。あ皆さん、だから不登校っていうのが何ていうか、まあ、登校しているのはちょっと珍しいぐらいに考えた方がいいと思いますけどね。 うーんだからちょっとその不登校だったけれどもあの今こう社会で適応して働いていますとか暮らしていますっていう人も今たくさん実は発信されてるのであのどういうふうな暮らしをしてたかみたいなのをもうちょっといろいろ情報を集めた方がいいと思うんですよね。だから学校行っているとあのそ,その後社会できちんとか活動できて安心できる。 学校行ってないとそうじゃないみたいな、1-0じゃないんで、うん。あの、まあ、学校にまあ不適応だったとしても、ま、こうこうこういう感じで楽しく過ごしてましたよとか、まあ、できるものがこう積み上がっていきましたよっていう風なことがあればいいんじゃないかなとは思いますけどね。いろんな選択肢あるので、はい。そんなに焦んなくていいんじゃないかな。 うんまあ、一方で不登校ってね、あのやっぱりどう,どうしても、まあ、そうは言っても、あの結構気になるっていえば気になりますよね、本当大丈夫かなと思うと思うんで、まあ、大丈夫っていう情報いろいろまず集めていった方がいいような気がしますけど、でまあ、少しずつ広げる、まあ、そこが集団に同い年、まあ、しかも中1でしょう。 1> 中一でなんかよくわかんないね。お互い生き物がたくさんう,う,うにょうにょしているところに合わせる必要ないんじゃないかな。大人になったらだいぶみんな静かになりますからね。<laughs> こういう言い方なんですけど。自分ももし今のこの、まあ、年齢だからそう思うんだと思うんですけど、中一に急に戻されて、パッと目が覚めたら中一で、さあこの中一の子たちと仲良くしなさってたら嫌ですからね。うるさいなあとか思っても 面倒だな <laughs> 一人にさせといてくれよ、みたいな。だからまあ、人の感性それぞれですからね。でもそれでいいじゃないですか。大人になったらね、大体好きな、あの、まあ、ある程度の人と付き合えば働くこともできますからね。うん。はい。ということで、まあ、ちょっとここ正解がない世界ですけれども、えっと、まあ、また、 ご質問、ご相談、お悩み、えっ、ー、と、いかせて、あの、お寄せいただければと思いますし、あの、チャットを見ていただければ分かるように、たくさん皆さんご意見があって、いろいろ助けてくれそうですので、はい、あの、ぜひ、あの、ここのコミュニティに留まっていただけるとありがたいなと思います。はい。あ、確かにね、家庭とだったら一体複数が取れるか。まあ、そもそも ASD 傾向の人が一体複数でやり取りができるかって言われると、若干厳しいですよね。同時並行になるんで、複数の 人な、なんて言うんだろうな。うん、まあ、あの、1対1と1対多っていうのは、まあ、ほとんどの人にとっては、何のエネルギーも変わらないと思うんですよね。むしろ1対1の方が私、実はエネルギー使うかもしれないですね。うん。あの、期待度が高いからね。<laughs> だけど、1対10になったときとかって、私はむしろ気楽に感じるんですけど、まあ、 その人にとっても、それぞれ10分の1の1人ですからね。まあ一方で、あの ASD 系の人は1対10で、例えばやり取りとかして、1対10っていうかな、まあその10人とか11人の中に入ると、その、1対1だったら何とか処理できる情報量を同時に10処理しなきゃいけなくって、それで苦しくなるみたいな方もいますからね。まあそのあたりのなんていうのなんとなくわかるみたいなのが苦手な人に、急にこう、 ね、複数の子どもとやり取り性っていうのはちょっと難しいかもしれない。あ,ある意味、賢くなってきて、その辺が大変だっていうのが分かり始めてるのかもしれないですね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、だいぶ、あのー、皆さんも興味ある話題だったと思いますが、えっ、ー、と、ほかにもたくさん質問が今日いただいてますので、えー、次に行きたいと思います。 え次が SAG さん、SAG さんというものかな。これ、初めての,あのご質問、ご投稿だと思います。ありがとうございます。今、チャットにも貼り付けていきます。あ <laughs> うまいこと書いてあるな、u a g o さん。素人が将棋で多面差しをするような感覚かもしれない <laughs>。確かに <laughs>、はい。えー、っと、就労移行支援に通う息子についてです。プログラマー、 資格取得を進められて、本人もその気になり、まず IT パスポートの勉強をしています。事業所からは資格取得より早く就活してほしいと言われています。プログラマー資格取得前に、それに近い業種に就職できる可能性はあるのでしょうか。障害者枠だけでなく可能性があれば一般枠も考えてよいのではと言われたこともあり、どうしてよいものか分かりません。なるほど。まあ、なかなか ちょっとぐちゃぐちゃな感じだな、正直 <laughs>。ええと、まず、プログラマーの資格取得っていうのがちょっとよくわからないのと、IT パスポートって、まあ、プログラマーというか、IT 全般のことをなんとなく知るぐらいのレベル感だと思うので、まあ、もちろん、あの、第一歩ではあるかもしれないんですけど、もし、IT パスポートが、 あ、そうだよね。MDMA さん。IT パスポートでプログラマーはてなはてな。まあそうだよね。そう思うので、ちょっとそこのレベル感が、ちょっとわからないな。と。プログラマー資格取得を進めた人と、IT パスポートをした方がいいですよって言った人が同じだとしたら、そもそも進めた人があんまり世の中のことを分かっていなさそうな気がする。し、 私のちょっと予想からすると、もしあの、この資格取得を進めた人とか、IT がいいですよって言った人とか、この事業所の担当者っていうのが、もし同一人物だとしたら、まあ、全く IT 知らない人が、まあ、適当に IT のことを進め、適当に IT のためには資格があった方がいいよっていい、だけど、早く就職してほしいから、就職活動したらって言っているような気がしました。 なので、ちょっと、頼る先が違うかもしれないな。もうちょっと専門的な、それは発達障害的にわかる人と IT 的にわかる人、これを二つともわかる人に、まあ、例えば当社のスタッフは、全員じゃないですけどね、もちろん、結構そうなんですけど、に聞いた方がいいと思いますね。 あの、あ、だから発達障害と IT ね、あの、何、発達障害誤解あるあるでも言った通り、なんか、発達障害だと IT いいんですよ、みたいな感じで、こう、まあ、全く、あの、無理そうな人に、まあ、善意か悪意か分かんないですけど、進めている人はもう世の中に五番といると思うので、ちょっと気をつけてほしいなって感じですね。 まあね、とりあえず IT パスポートを取って次に基本情報技術者を目指す感じかもしれないですけどね。まあ確かにそうかもしれないですし、まあプログラマーっていうのがどうなんでしょうか。まあちょっとエクセルを触る程度的な、まああるいは、あの、マクロをちょっと最終的に頑張ればいいかな的なところなのかもしれないので、まあ、ちょっとやっぱり、うん。 ちょっとおっしゃる通り混乱をさせられて損している気がしますね。ほとんど一貫性がないアドバイスには見えないので、なのでち,ょちょっとあのきちんとした人に聞いた方がいいと思います。でもしここまで言っておきながら、この進めたスタッフが会へのスタッフだとしたらどうしましょうって感じなんですけど。<laughs> うーん、だからもしかしたら、あの、ちょっと えっと、情報を間違って、もしかしたらそのアドバイスされてる方は正しいというかな、あの、合理的なことをおっしゃってるけれども、ちょっと受け手である SAG さんというのかな、SAG さん、あるいはそのお子さんが、ちょっと混乱して受け取っているのかもしれないですからね。ちょっと誰のせいなのかはわかんないですけど。うん。はい。まあ、でも質問の、あのほ、ほん、あの、なんでかな。 えっと、一番重要なポイントが、プログラマー資格取得前に、それに近い業種に就職できる可能性は、あ、もうこれは全然ありますよね。それはあるとは思うんですが、でも、ここの文章全体からすると、なんて言うんだろう。まあ、もろもろ、ちょっとボタンのかけ違いがありそうなので、ちょっと一旦整理したいところですね。はい。じゃあ、えっと、次に行きましょうか。 気になるな、今の質問。ちょっと状況もちょっと対面で聞きたいぐらいですね。えっ、ー、と、次がつぐみさんからのご質問です。つぐみさんも時々ご質問いただいてますかね。いつも、あの、ありがとうございます。えっと、かんえんさんの 自立訓練、生活訓練の説明動画で、利用申請には意見書か診断書が必要と書いてあり、他の事業所の説明で手帳でも利用申請可能と後から知りました。ああ、海園さんでは手帳可能を記載しない理由がもしあれば教えてください。ああ、なるほど。説明動画でそんなこと言ってるのか。うんんん。えっと、ここは、あの、自治体、えっ、ー、と、自治体ごとに少し違うかもしれないんで、あの、 あくまで一般論として聞いてください。で、えっ、ー、と、肝炎では手帳可能を記載しない理由がもしあればなんですけど、あもちろん手、あの障害者手帳でも可能というのは認識してます。ただ、多分、時数とか、<laughs> はい、動画の時間制限とか多分あるので、まあ、なるべくわかりやすい方を言っているっていうふうにご理解ください。はい。で、えっ、ー、と、まあ、すごくこう、なんていうかな、論理的に言っちゃうと、 手帳、あの診断書や意見書が必要、あるいはもうそれを取った過去があるってことは手帳を持っているよねっていうこと <laughs> なので、えーと、障害者手帳が必要ですっていうふうに初めに言ってしまうと、あ自分手帳がないから使えないんだっていうふうに多くの方思っちゃうので、えーと、意見書か診断書があの必要とされますよ、で、えーと、障害者手帳でも大丈夫ですよっていうような説明をするのは、まあ、丁寧といえば丁寧ですけど、どっちを先に言うかっていうと、 あの、何もね、こういうことを知らずに、えー、先頃診断されたばかりですという方が結構多いので、あの意見書や診断書が必要というのを先に、あるいはこのメインにお伝えしているということだとご理解ください。はい。あのちょっとまあ、まあ、時数制限的なところで、えっ、ー、と、そこの動画では言ってなかっただけだと思います。はい。えっ、ー、と。 あそ,うそうそう、ゆりりんの自治体はということでいただいていますけど、田舎の方なので手帳じゃないと障害福祉サービス利用できません。そう,そういうところもありますよね。はい。ちょっとねあの、厚生労働省とかが言っているルールっていうのが、まあ、ざっくりしたルールであ、あとどういうふうに自治体が運用するかっていうのは、これは別に障害福祉だけじゃなくて、今の,あのこの、なんていうのかな、地方自治の、えっ、ー、と、なんてうか、まあ、 大きなルールですかね。なるべく地方自治体に運用を委ねているってことですね。はい。で、次が、えっ、ー、と、なんてこった、パンナコッタさんからですね。えー、チャットに貼り付けていきます。 あ,あ,あとさっきの IT のところで、郷佐藤さん。Python は自分の中では分かりやすい言語でした。どのぐらい初心者か分かりませんが、VDA かけて論理的思考ができれば決して難しくない言語だと思います。そうですね。はい。と、自分がそんなにできるかどうか分かんないんですけど。あ,あ、つぐみさん、初めて質問しました。ああ、じゃあチャットをいただいてたのかな。ありがとうございます。えっ、ー、と、相談といただきました。なんてことた、パンナコタさん。 とある発達障害の自助会のメンバーにタメ口使われて困ってます。ほうほうほう、面白いね。自助会ではみんな敬語を使っているのですが、その人はスタッフ以外にはタメ口使っています。おお、OK、OK。その人に対しては敬語を使いたくないです。OK、えー。利用者は同じ平等な立場だと思うので、そのように扱われることには不満を覚えます。その人に対しては敬語を使わずに話したいのですが、この考え方は間違っていないでしょうか なるほど。そうだな。いや、私だったら別に、あの、全然何も思わないですけど。うだどう、うー、これどう,どういうふうに言えばいいのかなちょっと待ってくださいね。えー、どういうふうに言えばいいのかまあ、うん、まあでもこの表現しかないな。まあ同じ土俵に乗らない方がいいと思いますってことですね。 はい、まず第一に、えっ、ー、と、<laughs> MDMA さん、そこを気にするのが発達っぽい。確かに <laughs>。確かにそうなんですが、はい。えっ、ー、と、だから同じ土俵に乗るっていうことは、まあ、同じ、あの、何、同じ穴の無地になっちゃうんで、あの、まあ、気をつけていただいた方がいいかなっていう感じですかね。それを周りから見ている人からも、引かれる可能性がありますね。な,なんだ、あいつ、幼えな、みたいな。 可能性あるんで、ちょっとそこは気をつけていただいた方がいいと思います。はい。で、えっ、ー、とただそれ使ってる人の気持ちもわからんでもないんですよね。なんていうのかな。ちょっとそこ私のただただの想像になりますけど、えっ、ー、と今までそういったところに行ったことがなくって、なんかそのテンションが上がってってっていう方もいるかも方もあるかもしれないし。 まあ何らか他の人よりも自分の方がまあできているっていう感覚の、まあね、まあいわゆる診断が受けている中かもしれないけど、俺はこんだけ稼いでんからなみたいな感じで、まあちょっと生きがっちゃっているかもしれないとかね。まあ、まあいい、まあ、うん、いい意味で若いというか、元気だなっていう感じで。それであの人を罵ったりしていたらね、 まあそれはちょっと困った人だなと思いますけど、まあそこはまあ可愛らしい幼い子だな、みたいに、えっ、ー、と、考えてあげるといいかなと思いますね。だからそこに同じ土俵に乗ってしまうとですね、まあちょっと <laughs>、ちょっと痛いかなと思うので気をつけていただければと思いますね。はい。よろしいでしょうかね。<laughs> ああパンダラ39さんけ、敬語使わない人は自分の立場が理解できてない。うん、何なのかなでも、なんとなく私、気分分かるけどな。なん、な,なんていうんだろう。あの、敬語を使っている間に、そこが、まあ、そんなにこう、なんていうんだろうな。丁寧にやんなくていいじゃん、自分たち。 あの例えば発達障害の診断がある仲間同士なんだからさもっとあのフランクにやろうぜみたいなメッセージを発したいんだけど上手にそれを発することができず敬語を使わないっていうねあのまあ敬語というか、まあ、丁寧語だと思いますけど丁寧語を使わないっていうことで、まあ、そのメッセージを発しているっていうその自己主張だとは思うんで、はい、別に見下しているわけじゃないんじゃないかなっていうのが私の予想ですかね。 うん、ああそう、敬語、丁寧語使わない方がフレンドリーっていう考え方もどうなのっていうのがキャッツキ・キサラギさんなんですけど。まあでも、まあでも、なんかわからんでもないけどな。はい。どうなのかな自分はあんまり何も思わないけど。あ、でも、この前あ、この前というかこれ、いろんな社員に行ってるんですけど。あの、今度はあの4月に新しく入ってきた社員が、 あの初日の研修の時にトイレで一緒になってでその前に私との何か何人ぐらい15人ぐらい新入社員が入ってきてるんですけどそこの,あの問答のをした後質疑応答の後トイレにの休憩の時間があってその時に「鈴木さん結構頭の回転速いですね」って言われたんですねその新入社員にねどうですかね まあ、丁寧語とか、あの、ため口とかっていうんじゃないけどあ、なかなか、なかなかな、<laughs> なかなかな重さだなと思ったんですけど。<laughs> はい。えっ、ー、と、当社のスタッフとして生き残っていけるのか、いや、生き残っていってほしい。<laughs> まあ、だから、いろいろあるじゃないですか。だからそ、その人は別に悪意持ってたらね、こんな野郎とか言ってくるから、そういう、そういうなんか、 いいなっていう、元気だなと思えばいいと。<laughs> よく面接 <laughs>、大型新人。その通りです。<laughs> なんて返したのか気になります。壁さん。あ、あなるほど、ありがとうございます。あの、いやいや、別に、あ、そうですか、ありがとうございますって言いました。はい。えー、っと、そうね。いや、なかなかちょっとびっくりしちゃった。で、<laughs> えーっと、じゃあ次の質問に行きましょう。次がミルドルさんといつもあの呼ばせていただいている方のご質問に行きますかね。どこの拠点にいるか、確かに楽しみですね。えー、はい、ミルドルさん。 特例子会社が存在する企業は、障害者を隔離するアパルトヘイトだと思います。過激でしたらすいません。ただ、前に特例子会社で言われたことだけをしろと書いてあって、これ途中だったのかなちょっとアパルトヘイトとかなかなか厳しいことが書いてあるんだけど。あ、でもここで切れてるな。んつまり何のことかっていうと、特例子会社。 あまあでもここはね、まあおっしゃってることは結構わかるんですよね。うん、まあま、あま,あまあ私はそもそも障害者雇用っていうのが、まあ、まあ、ミルドルさんの言葉を使うとアパルトヘイト的にも感じるので、別にそういうのがなくても雇えればいいし、はい、なんか一律に企業に2点 あこの4月から5%になりましたけど、2.5%っていう法定雇用率はなんか変な制度だなとは思います。なので、変な制度を作っちゃって、でもそれを達成がなかなか難しいから、まあ、ということで、2つ目の変なことみたいな生まれてきているとも言えるので、まあ、何もしないよりはあのいいのかなって感じですかね。うん。だから、 まあ、そ,そもそも、その特例子会社が出てきちゃう前提である制度設計がなんかね、ちょっといびつなんでね、いびつにいびつで返したみたいな感じに私は思っていますけれども、で実際、その特例子会社の制度ができた当初は、結構批判があって、やっぱこれはまあ結局何 そのインクルージョンの考え、ノーマライゼーションの考えからだいぶ遠ざかるんじゃないかって言われたんですけど、結局今どんどん増えてきているってことは、もちろんその批判はあのしっかりとその本質としては受け止めつつ、でもあのそこで働く人も企業も、まあま、あまあだから全体でいう世論も、まあそれ,それがまあ一つの道だっていうふうになってきたんだと思うんですよね。だから あの別にミルドルさんの考えはおかしいとは思わないんですけども、まあ、大きな社会的には障害者雇用とか特例子会社っていうのは、まあ、ある程度まあ受け入れられたって考えた方がいいのかなとは思うので、うんそこをこう革命的に変革は多分できないと思いますから、まあ、ここをより良くするにはどうしたらいいかっていうことだとは思いますけどね、あるいはその障害者雇用を超えた働き方みたいなのが、またどんどん増えていけばいいかなっていう感じでしょうかね。はい 次行きましょうか <laughs> インクルージョンとか言って隔離とか逆かと。確かに <laughs>。ここはね、難しいですね。はい。えー、インクルージョン、まあ、インテグレーションって言われる方なのかなどっちかっていうと。で、次があ、ミルドルさん続きあった。ごめんなさい。あーこれをやらないと質問の趣旨というかが分からなかったね。ごめんなさいね。で、えっ、ー、と。 質問するなどと言われか。ここ続きありましたね。えっと、親会社の社員からも陰口を聞いてしまった経験がありました。ドアの隙間から、この人たちがどうせやってくれるでしょう契約書にないけど、と。障害者が必要でないなら面と向かって言ってほしいのに、隠されるように労働と君たちは必要ではないと言ってほしいです。これは間違っているでしょうか。うーん。まあ、そういう人もいますからね。 まあ残念ながら。はい。まあそれこそ、うん、これはでもちょっと言うなって言われたやつなんですけど、まあある、まあ、障害者ビジネスというかな、障害者関係の、まあ当社も障害者ビジネスというか障害者ビジネスだと思いますけど、障害者関係のところで、まあね、いろんな情報にはすごくきれいに歌っている会社の社長が、 どうせ障害者なんてこんな仕事は割り当てとけばいいだろうみたいに言われた人の話を直接聞いたり、あるいは私も飲み会の場でどうせ精神障害者なんです。あの、こういったなんか、あの、殺害予告とかあるのは当たり前なんですよ。母みたいに笑っているのを聞いたりすると、何と言うんでしょうかね。 そのいわゆる障害のある方を支援してますよとかあの障害者雇用拡大してますよとかって言っているところの経営者とかも全然そういうのねまだあるんですよね。うんなので、まあ、もちろん、えー、その辺りで働いている人であのたまたまあの障害者雇用のところと あのまあ、特例子会社と取引のある社内のグループ会社の人が、まあ、ちょっと何か言うのも、まあまあ、残念ながら、まあ、十分想定できるところかなとは思いますけどね。うん。はい。ということで、あまりこう、なんていうのかなあの、そういうのにエネルギーを使ってるとちょっともったいないかなと私は思いますね。はい、きちんとそうじゃない、えー、と世の中、えー、人々、 あの行動してくれる場面っていうのがあるので、まあそちらを見ていった方がいいかなと。人生短いですし、はい。イライラしたりとか、はい。あの、ショックを受けてそれ引きずっている時間はちょっともったいないかなとは思いますね。うん。はい。えー、っと、じゃあ次行きましょうかあ。どんな陰口で言うとしても本人の耳に入らないようにしてほしいですと。まあそうね。 まあまあ、あの、そいつが障害者って、あの、書いていらっしゃる方もいる,いる、いるんですが、まあ何が障害なのか、なかなか難しいですけど、まあその方もいろいろこう追い詰められてるんだろうなと自分はまあ思いますけどね。はい。まあ性善説的ですけど。はい。じゃあ、えっ、ー、と、次に、えー、参りましょうか。ああ、だから、えっ、ー、と、例えば、 あの最近、えー、ダイバーシティのところ調べてたら例えば男女のダイバーシティあれこれ前ここで話しましたっけ多分話してないな男女の,あのその不平等さがこの地球上からな、えー、くなるっていうのは何年後でしょうかっていうのがあるマッキンゼーのレポートで確か書いてあったんですけど皆さん何年後だと思いますか まあつまり今ちょっと障害のところから文脈外れましたけど、男女って言われるね、ほぼ半々の。で、今でも男性がね、お給料がまだ高いとか、いろいろなところ、例えばね首相も、今度の首相もしかしたらね、女性になるかもしれないですけど、日本も、いろいろ、まだまだやっぱり男性優位の世界だとは思いますけど、この地球上で何年後にこの男女がえーイコールになるかってことなんですが。 そんな日は来ないと思う。ああ、今のペースで言ったら何年後になるかってやつね。確かなくならないっていうのは一つかもしれない。あの、これ10年後とか20年後とか、ああ、30年後とか書いてある。あの、そのレポートだと、えっ、ー、と、150年後だそうですね。今のペースだと。<laughs> いつみたいな。2千え2千0 0年とかみたいな。はい。なので、まあ、なかなか、あの、な,なんていうかな。 こう進歩的な人が平等とか多様性とかきちんとこうみんながあのなんか気持ちよく生きられる社会みたいにやってますけど、まあ、まあ私もどこかで差別したりとか区別したりとかっていうのがあるかもしれないそれは障害とかでなくて例えば人種とかね えっと、出身の国とか、もしかしたら身長とかね、わかんないですけど、えっ、ー、と、そういうので差別してるかもしれないので、まあ、そのあたり後みんな人類がレベル上がっていくのは何年後、何万年後とかなんでしょうか。どうなんでしょうか。あ、そうそう、孫の代でも無理らしいですね。残念ながら、ね、大変でございます。はい。えっ、ー、と、じゃあ次ですかね。えっ、ー、と、 タカさんあこの質問、時々精子の2級関係の質問って時々来ますね、えー。精神障害者保健福祉手帳の2級を採用する企業側のメリットがあれば教えてくれるとありがたいです。あなるほど。えっ、ー、と、これ答えは結構明確で、デメリットもないと思いますけれども、メリットもないです。はい 以上って感じかな <laughs>。ないよね。なんかあるかな。ないと思いますよ。はい。まあ、一つ言えるとしたら、うんと、これは企業のメリットじゃないですけど、あ、でもこれ言っちゃうとなんかな。勘違いされちゃうかもしれないですけど、まあ、そんなことまで考えてる企業はないっていうことをまず言っておきますけど、うんと、可能性として2級だと、 障害者手帳と年金はイコールじゃないですけど、でもやっぱり障害者手帳が2級だと、障害年金をもらえる可能性が高まるので、そういった意味で企業のメリットとしては、その少ない時間働いても、本人が経済的に落ち着いた環境で過ごせているっていう安心材料になるかもしれません。ちょっと深読みすぎかな <laughs>。うん、それはまあ、強引に論理を組み立てるとあるかもしれない。いでもそこまで考えてる企業はま,あまずないとは思いますね。 そうそう一方でね、こう安く雇えるみたいに聞こえたとも思うのであの、あまりそういうのがこう一般的に言われているっていうふうには思わないですけど、一応論理的に考えるとそうも考えられるかなぐらいですかね。はいまあ、でも、あの質問の何て言うかな、願意は、あの2級だといわゆる障害が重たいから、デメリットばっかりだと思われてるんじゃないか、なんか、プラスのことはないかっていうことだと思うんでですね。 はい、東京を見られていると考えていませんでしたと、加部さん。あー、うーん、まあ、そうな、見られる可能性あるとは私は思いますけどね。まあ、それで説明することやっぱり当社あるんで、2級、なんで2級ですかっていうのでね。まあ、大体の方は3級なんで、受け取るとき、精神の手帳の場合。なので、2級だと、まあ、確認はされることはやっぱあるかなとは思いますね。まあ、企業からするとちょっと珍しいのでってことですね。はい。えーと、で、次ですかね。 サンダースーさん。あ、今日もしかしたら全部質問いかないかもしれないので、えっ、ー、と、最後の方の質問は、あの、ちょっとまた次回にお答えさせていただくかもしれませんが、えっ、ー、と、あと何問ぐらい ?1、2、3、4、5、6、7。7問。で、今お答えするのが8問ですね。今の含めるとね。サンダースーさんからの質問です。 えっと、おすすめの腰の低い人を教えていただきたいです。え私は就労移行支援に通称しているのですが、他の利用者から面倒なやつと思われてしまい、グループワーク等を避けられています。意識高い系のような振る舞いをしてしまっているのが原因だと自分では分析しています。アサーションやリフレーミングを実践して,実践しているのですが、一向に解決しません。自分ではどうにもならないので、モデルを見つけて真似しようと思いました。 ん腰の低い人。あー、これは、振る舞いなんですかね。どうなんだろうか。アイメッセージで言えば問題ある。あるないでしょう、静香ちゃん。どういうことかな。<laughs> アイメッセージ。私はこうも。だから、例えば何かあった時にね、これよく言われますね。当事者同士のやりとりの時に。まあでも支援でも一緒ですけど、アイメッセージで伝えましょうってことですね。それこうした方がいいよとか、あなたなんでそういうことを言うのとか、そういうふうに相手を主語にしたあのメッセージっていうのはまあ命令形に聞こえますよね。まあ一方で、私はあのこっちの方がいいと思うなとか、私はあなたがこういうふうにすると、 良いいいいんじゃないかなかと思っているっててるう自分っていうのをすると、まあでもこれ子育ての時とかでも何でも一緒だと思うんですけど、その社員に接するときとかも部下に接するときとかも一緒だと思うんですけど、まあそれが結構まあいいよねってことですよね。はい。まあそれは確かに一つかもしれないけど、まあ私はサンダースーさんのを見たときに、 リフレーミングとかアサーションって言っている、その自分の発信をどう変えようって言っているのがちょっと気になるかな。つまり、まあ、普通に、例えば、もし OK だったら動画とか撮ってもらって、自分が発言している割合をこう、パイチャートでちょっと測ってほしいですかね。 まあ大抵の場合、こういう方の場合って、その人が場を仕切りすぎているとか、喋りすぎていることが多いですよね。で、それがね、あの、うん、とても面白いとか、みんながすごく好きになるとかね、例えば、うん、まあそうね、芸能人とか、あの、まあんなんですかね、まあそういった、そういった人だったら例外的にね、 あのその人がいっぱい喋っているとみんな喜んでくれるかもしれないですけど、まあ、世の中は大抵の場合違いますよね。はい。まあ、口は災いのもとといいますか。はい。だからそこの、まずそのパイチャートを一回作ってみるのがまあいいかなっていう。だからリフレーミングとかアサーションとか、自分の発信の前に、発信の量を減らすってことですね。うん。 まあそれが最大の対策かな。あとはやっぱり自分の、まあそれと同じですけど、違う方法で言うと、今、例えば自分の言いたいことの何割ぐらいを言ってるかっていうのを、ちょっとみんなに質問してみてもいいかもしれないですね。ちょっとここはうまくいくかわかんないですけど、例えば私がよく利用者の方に言うのは、 えと人間っていうのは思っているものの、1割ぐらい言ってるかな。逆に言うと9割ぐらいは人には伝えないものですよっていうと、へえ、1割しか伝えないんですかみたいな。そんなんで世の中は回るんですかみたいな。いうふうに驚く、まあ、衝動性の強い ADHD 系の人とか、正義感の強い ASD 系の人は、はあそんなたた、たった1割しか言わなくて世の中は回るのかみたいな感じで、びっくりされる方がいます。 サンダースーさんがどういう感じの方かはちょっとここからは分からないですけど、そういうふうに自分が何割今言いたいこと言ってるかなって、それを、まあ、蛇口をこうあの、このぐらいがスタンダードっていうふうにちょっと絞るのもいいかもしれないですね。はい、でまた同じ方法で、まあ、皆さん、の経聴力とか書いてらっしゃいますけど、まあ、人に質問する機会を増やすっていうことですかね。 まあちょっとこれは行動のテクニックですけど、まあ支援でもそれこそ部下のあのやり取りでもまあ通常使うと思いますけど、自分の言いたいことは相手の口から言ってもらうみたいなね。つまり質問で誘導していくっていう、まあコーチングとかもそれの手法だと思いますけど、まあそこまで言ったらもうかなりレベル高いかなっていうふうには思いますね。はい。 ああ話し上手でなく、話させ上手になりましょう。その通りかもしれないですね。はい。あ,あ、タカさん。あ、そうなんだ。これ知らないけど。海縁の月一のチェック振り返りでは、不用意な発言をしないようにコントロールできているの項目がある。あ、そうなんだ。誰がいつの間に作ったんだ、ね、そういうはい。了解です。ああ。 正直意識高い系ですけど、てまれさん。周りの利用者の面倒を見まくってるので、自分でも言うの、自分で言うのもなんですが、ものすごく頼られています。なるほどね。はい。話させ上手。本当だね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、次のご質問に移っていきましょうか。えっ、ー、と、どこまで行ったっけなパンダさんが次かな。あ、違うな。多分これ、初めてるんじゃないかな。元井大臣さんっていうのかな。 就職先がなかなか決まりません。面接練習を30回以上やっていますが、一次面接から2次面接、それから次のステップに進むにはどうしたらいいでしょうか。まあちょっとここだけだと分かんないですけど、まあ、1つだけちょっと時間の関係もあるので、この前、あの学プロっていう大学生向けの講座で行ったら、誰一人としてやってなかったんでびっくりしたんですけど、あのまあ、発達障害の特徴のある、ね、あの学生の就活講座。まあ、私あの 週に一回持ってるんですけど。で、ところでさ、みんな、あの、自分のスマホで面接練習って撮影したことはあるって聞いたんですよ。誰もいなかったんですよね。何人ぐらいいたかな ?20 人ぐらいはいたと思うんですけど。15人ぐらいはいたかなええー、みたいに。自分の見てないのって。だから面接練習いくらしても、まあ、それはね、人の目線のものじゃないですか。 まあ確かに人の目線だから自分で気づかないことも言ってもらえるのはあるかもしれないけど、でもう一番楽なのってね、まず、まず自分でチェックするってことですよね。だから、まあ他にもいろいろ要因はある可能性が高いですけど、そもそも、あの、えっ、ー、と、なんかな、喋る内容がとか、えっ、ー、と、そもそも受けているところがっていうのはあるかもしれないですけど、まあ自分の撮影するとはいいと思いますけど。ああ、そうそう。で、一方で、うん。 じ見る勇気がない。そうなんだよね。でも <laughs>、見る勇気はないとか言っているのは、なんていうのかな。自分が裸でこういるのに、いや、自分は裸でいるのは見たくないっていうような思っもうそれはみんなが見てるよっていう感じはするけどなうん。あ、録画録音しましたよって言ってらっしゃるね。はい。 iPhone で録音した。まあ、だ結構重要な気がするけどな。はい。ということで、もし知っていなかったら、あの、チェックしていただければと思います。で、次が、えー、っと、ヒッツプーさん。ヒッツプーさん、今日何回かコメントいただいてますけど、質問は初めてだから えっと、在職中に受けられる支援を検討しています。アドバイスがあればお願いします。あはい、ありがとうございます。これは何回かここの、あのー、ところでもご案内していると思いますが、えっと、まあ、福祉のサービス、福祉っていうのは何かっていうと、就労移行支援とか、自立訓練、生活訓練とか、就労継続支援 A 型とか B 型とか、これを使った後、あの就職された場合は、 就労定着支援っていうのが使えますと。で、えー、っと、就労定着支援ってどんなサービスっていうのは、今、チャットにも貼り付けますし、ここでもお見せしますけれども、まあ、当社のウェブサイトで説明してますので、まあ、これが、まあ、まず使える一つの制度ですかね。 はい。あとで、あの、動画とかもあるんで、見ていただければと思います。まあ、ただ、多くの場合は、地域につながるみたいな感じになるので、えっ、ー、と、就労生活、間違った、就業生活支援センターさんとか、あとは障害者、えーと、障害者、えっ、ー、と、生、ん障害者、んえっと、なんだ 障害者、なんだっけ。就労支援。就労センターだっけ。就労支援センターか。うん。まあ、こういうところがあるかなとは思いますね。まず一つ目が、あの、さっき言った中ポツセンターとか、州ぽツとかって言われている。まあ、これで、えっ、ー、と、今、全国に、 ちょっと1年前の情報ですけど、337箇所あるんで、まあ、これは定着支援的なことをしてくれると思いますし、まあ、でも多くの場合は、この、これは東京都のデータですけれども、えー、と区市町村にです、ねえー、と障害者就労支援センターというのがありますので、まあ、こういったところに行く、あここの下にも中ぽツセンターが書いてありますけど、こういうところに行かれるということになると思います。 これぐらいでいいでかな、まあ、ただ、実はあの就職した後の支援っていうのは、まあ、まだまだ少ないんですよ、やっぱどこがお金出すかっていうのはなかなか難しくって、国もなかなか、まあ、あのしっかりした制度は作れないのでやっぱり、まあ、やっぱり重要なのは企業なんですよね、企業がちゃんとできるようになるっていうのが、まあ、重要かなというふうには思いますね。 だから、福祉に頼るというよりも、企業がしっかりとできるように、えやっていかなきゃいけないし、まあちょっとそれは個人の力じゃ難しいんですけど、えっと、企業がうまく支援できるようにならなきゃいけないし、あと、でもさっき言ったように、あの、個人の方は地域のところにつながっていくっていうのは重要かなと思いますね。はい。えっと、じゃあ次いきますか。ちょっと待ってくださいね。 次のご質問。うん、あ、まあ、明らかに今日終わらないということが分かっておりまして。えー、っと、ちょっと待ってくださいね。次がパンダさんからの質問だと思うんですが、ちょっとその前に答えられなさそうな質問を今、貼り付けましたと。あと、写真も一応。 あと2問ぐらいしかいけないと思うんで。えっ、ー、と、ゴー・サさん、ラさん、ミミゲさん、ユーフォーさん、ハムム・ココさんは次回ということになりそうです。えー、で、パンダさん。これはシンプルな質問ですけど。えっ、ー、と、自動型のアスペルガーに関しての質問、えー。自動型アスペルガーの特性として、中枢性結合が低いです。 まあ、あのいわゆる木を見て森を見ずみたいなやつですね。高めることは可能でしょうかおお。うんまあ難しいからこそ障害なんだと思うんですけど。まあ、もちろん経験によってあの徐々にこの森があの解像度高く見えてくるときもあると思いますし、この鳥の目みたいにね、物事がよりちょっと俯瞰に見えることは当然あると思います。これはもうだからあの発達障害。 とかそういったその苦手さがあるるから永遠に成長しなないいって言ってて言わけじゃないですよねただ他の多くの人にとってはやっぱりかなりその何不利な状況に置かれ続ける続くっていうのはまあ,あるかなって感じですねで高めることは可能かって言われるとだからそういった場面であの徐々に徐々にスモールステップであの習得していくしかないと思うんですよねあ自分木を見てしまった それは何でも一緒ですよね。例えばデータの分析しているときも、あの、実は自分の拠点のことだけじゃなくて、他の、えっと、拠点のことも考えなきゃいけなかったし、実はお客様のことも考えなきゃいけなかったっていうのは、まあ、これちょっと分かりやすいかどうか分かんないですけど、木を見るんじゃなくって、この複数の3本の木を少なくとも見るというようなことかもしれないし、まあ、このあたりは、あの、1回目の失敗で、えっと、今度は2回目のときに、 あの森を見る方法、木を少なくとも本数を多く見る方法を学んでいくことは、えー、積み重なるタイプの方だったらできるかなとは思いますね。だから何か、まあ、簡単に言うと、まあ、自動型だろうが、アスペルガだろうが、なんだろうが、まあ、そんなに方法は変わらないのかなとは思いますね。はい。 ああ郷佐藤さんまずは俯瞰できない自分がいるんだなと。<laughs> 哲学的な <laughs>、まあ、いわゆるあれですかメタ認知的なとこですかね。うん。あ,あ,あと、マインドフルネスをすると少しずつ俯瞰できるようになります。まあ、それはまあそうだな。これだから、あの私がパッと今、このゴー・サトウさんの見て思ったのは、あのマインドフルネスをすると俯瞰できるようになる人ってどういうことかっていうと、これいろんな要因がありますけど、例えば ADHD の要因で、 まあどうしてもその場の瞬間の一番こう目立つものにあの目がいっちゃうっていうはいいろんな刺激に飛びつきやすいっていうのがまあマインドフルネスとかをするとまあ自分のえっと今の自分のそのなんていうか冷静なところに戻りやすいっていうことだと思うので少しこう引いたところから見ることができる ことが、まあ、マインドフルネスをすると増える可能性が高いっていうことだと思うんですよね。まあ、それはその通りかな。はい。そうすると、ちょっと俯瞰があのできるようになるかもしれないですね。なるほどね。はい。まあ、いい感じのチャットが続いてますので <laughs> えと、ぜひ皆さん参考にしていただければと思います。で、えっ、ー、と、今日最後の質問が、ラさん。 ああこれはご質問じゃないかな。ちょっとでも貼り付けさせていただいて終わりにしたいと思うんですが。親離れ、子離れとは、自分の人生を生きるとは。最近親と話すのですが、私が思うことと親の考えていることがかけ離れており、自後報告にしようとすら考えてしまいます。 なんか、親と私の考えていることは違うとようやく気がつけました。おーなるほど。そうなんですよ。それはもちろん別個体なんで。うん。だけど、これの逆バージョンがやっぱり発達障害の子を育てている親が、いや、うちの子はこういうことがしたいと言っています。 IT を進みたいとか、こっちの学校に行きたいとか言っているとか。でもそれは実は親の意思を子供が吸い取って、一緒に、なんか一心同体に近くあの意思決定をしているような場面も、まあいろいろ出くわすんですよね。そのぐらいこう、なんか親と違う考えをしてもいいんだとか、するのがまあ大きくなると普通なんだみたいなのが、 あの意識的にできないというか、無意識でもうつながっちゃってるみたいなのは結構見ますかね。うん。まあ、これがまあ、共依存と言えるのかどうかはちょっと分かんないですけども、結構まあ、あの、ありえるかなという感じですね。あ、で、あ、そっか、もう一個質問が続いていたわけね。 で、親と自分の考えていることは違うとようやく気がつけました。こういうことなのでしょうかなん。何事も賛成してくれないとダメだと思っていましたが、どうでしょうか。親との関係づくりでアドバイスをお願いします。いや、別に親は別個体だから、おっしゃる通りだと思いますよ。別に。あの、じ、まあ、あの、なんていうのかな。喧嘩はする必要ないと思いますし、 あの親もいいこと言ってくれたりね、親の結構言ったことをやっぱり実践してみたらよかったということもあると思うんですけど、まあ、そこは一つの情報として、あの自分で意思決定すればいいと思いますね。うんまあ、だから、強く反対されるのをわざわざする必要ないとは思うんですけど、まあ、なんて言うんでしょうかね。うんうんうんまあ、応援してくれる、えー、とい一番の存在である可能性が高いですけど。 まあだからといって、あの全部納得してもらう必要もないんじゃないかなとは思ってますが。で、だから関係づくりのアドバイス、ちょっとなかなか分かんないな。まあでも少なくともラさんがあのそういったあの気づきがあったのは良かったと思いますしただ、多分おそらく多くの,その人に比べると、やっぱ発達障害系の人は遅くそのあたり気づくことがあると思うし、ラさんの場合も結構遅かったんだと思うんですよね。はい。 なのでな、なんて言うんだろうな。うんと、そうね、<laughs> ちょっと遅かったと思うんですが、えー、なので、当たり前の、えっ、ー、と、みんながしている親との関係みたいなのを、あの、別に発達障害とか限らず、周りの人に聞いて、あなただったらどうするっていうのが、皆さんよりも早めにこう悟りを開いている人が多いと,いうと言えると思うので、まあ、そういった人にいろいろ聞きながら、 自分なりの親との距離感というのを考えていけばいいんじゃないでしょうかね。はい。あ、UAO さん。親の許可はいらないといえばいらないですから、意見を聞くことはあっても自分の思うようにするのがいいと思います。本当に全く話が合わないのであれば、心理的または物理的、またはその両方で距離を取るのがいいかもですよと。なるほど。あのね、あの、これちょっとごめんなさい。もう1時間半す、あの、過ぎるので、えっ、ー、と、最後にしますが、 あの、私も、だからまあ一応支援者として、社長として、あの、アドバイスしたりとか意見言ったりするじゃないですか。あのね、結構違う判断されるんですよ。で、それ無駄だと思うじゃないですか、自分の存在が。 いや、あの、例えば、A 大学行った方がいいですよ、とか。うん、そうですね。やっぱり障害者雇用がいいんじゃないですか、とか。まあ、例えばね。言うじゃないですか。で、えっ、ー、と、だけど違う判断をされることが結構あるんですね。だけど、その時に、あの、こう言われることが案外あるのが、でも、あの時、鈴木さんに会い行ってもらえてよかったです、と。とても助かりました、と。結局、こっち選んだんだけど、ああいうふうに言ってもらえて、いろいろ考えて、 えっと、すごくあの意思決定がしやすくなりましたとか言われるんですね。で、それ言われたら、皆さんだったらどう思いますかね良かったと思うと思うんですよ。あのね、だから、なん、なんていうのかな。その、親と違う、親の意見とかアドバイスと違うことをしちゃったっていうふうに罪悪感になる必要もないし、おそらく、えっ、ー、と、 親が言う通りにしようとあの思いすぎなくてもだからいいと思うんですよね。だからもし違うことを選んだとしても、あ、親にあの時ああいうふうに言ってくれてありがとうと自分もいろいろ考える、すごくあのなんか参考になってとてもあの助かったとかありがとうとか、やっぱりそういうのを伝えることで、まあ、関係が悪化する可能性がかなり少なくなるんじゃないかなと。 いうふうに思いますね。はい。あ、採用がうまい。ね。そうね。だからね、結構ね、アドバイスっていうのはね、逆をされても感謝されると多分意味があったんだと思うので、はい。そういうふうにあの考えていただければと思います。ちなみに、えっ、ー、と、この開演の、えっ、ー、と、YouTube のライブが始まったときに、同時接続200にしたいなと言い始めて、早1年半。なんと、 ちょっと可能性が高まってまいりました。まあ、なんて言うんでしょうかね。少し、あれ今、山の山頂見えたかなみたいな感じの同時接続になってまいりましたので <laughs>、ぜひ、あの、次回も皆さん集まっていただきて、えっ、ー、と、他の方にも声をかけていただいて、えっ、ー、と、チャンネル登録するといいよとか、ライブに出るといいよというふうに <laughs> 言っていただけるとありがたく思います。えっ、ー、と、次回ですけれども、 えと次回はまた木曜の予定で、4月の11日ですね。はい。えっ、ー、と、いつも通り木曜の、えー、と20時、8時からスタートします。で、何問か、あの、えっ、ー、と、お答えできてないものがあるので、えっ、ー、と、こちら、後で、えー、あ次回にお答えさせていただきますので、よろしくお願いします。では、あの、今日はこれで、えー、失礼いたします。皆様、ま、おやすみなさい。最後までどうもありがとうございました。